ちは、ザ・アップデートの時間です。はい、こんにちはです。こんにちはです。今回はですね、ちょっと特別版なんで、はい、お昼に収録してやってます。昼に、今日だから、はい、観客なしのね、はい、緑対松斎とかなみたいな感じの試合かと思いきや、はぁ、お客さんがいつもに増して多いという、倍ぐらいいらっしゃいますね。あとスーツ組が多いというね。だから今日は受けませんよ。受けませんそれはなかなかみんなちゃんとしてますから ね、なんか新鮮な感じ。ちゃんとしてる人間に僕受けないんですよ。いやいやいや、大丈夫ですよ、多分。いやー、はい、ね、まあ、ペルマから、ね、今日もやるんですけど、まあ、このオンエアはね、はい、そうなんです。はい、本日はですね、はい、起業家が成功する条件は何かというテーマでですね、なんと堀江さんにも来ていただいて、ね、出ました、豪華ゲストとともにお送りすると。堀江さんが、はい、さっき眠そうにしましたけどね、今ね堀江さんさっき起きたんですかね。そうなんです。堀江さん、夜の収録は来てくれたくないんですけど、あ、昼ならってことで来ていただいたんで、はい、ね、ということなんです。レアものです。例えばこのアップデートにはもう初登場であり、初登場です。なかなかもう、はい、生ではもう来ませんからね。もうそうです、貴重な回になりました。はい、そして本日のですね、はい、ザ・アップデートはアメリカンエキスプレス社の提供でスタートアップ支援企画、スタートアップ新時代の特別編としてお送りしています、はい、ということなんです。だからこの、はい、マグカップも、ね、マグカップも、はい、アメックスのやっぱりね、はい、入ってるとお茶の味も違いますね、やっぱね。やっぱお茶の味がやっぱ器が違う。いや、違いますよ、もうスッと入ってきますね。もう胃を通らずにもう即腸ですよ。わかりました、はい、はい、どうも。それは褒めてないと思うんだね。即腸、はい、はい、ということでですね、はい、ザ・アップデートではですね、ニュースピックスに注目を集めた記事一つを取り上げて徹底議論していきたいと思います。はい、奥井さんも今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、生、じゃないからツイッターは今日はないです。あ、あります。あ、あるんだ。あります。あの、コメントも表示していて、あ、そう、お客様のってこと。そうです、お客様。なるほどね。最後にも紹介するシーンがありますので、コメントお願いします。はい。今日はですね、アメックスの公式アカウント、スタートアップインサイトで、起業家、スタートアップ経営者はもちろん、ビジネスに関わる全ての方にとって学びになる情報が満載の感じとなっております。ぜひフォローをお願いします。なるほど。はい、そしてですね、今日も先ほどおっしゃっていただいたんですけど、はい、特別編ですが、観客の皆様のツイッターのコメントも表示していきますので、どんどんコメントをお願いいたします。はい、はい、奥井さん、今日取り上げる記事は何でしょうか。はい、今日取り上げる記事はこちらです。起業家は本能的恐怖と100億円でできることをイメージする力が必要だ。100億円、はい、こちらはですね、投資家や起業家を訪ね、ビジネスをめぐる連載企画、スタートアップ新時代の記事です。スタートアップに投資を行っている投資家の磯崎哲也氏が、うん、お金の話ばかりをする起業家よりも、うん、世の中を変える大きなビジョンを持っている起業家の方が結果としてうまくいっていると伝えております。はい、まずは佐々木さん、日本の起業家の現状について1分解説をお願いします。はい、はい、これは本当に短くいきますね。これはもう本領発揮ですからね。はい、いきます。はい、ベンチャー企業の現状ということでですね、はい、今の日本のベンチャーの投資金額は、まあ、調査開始以来最高値ということでぐんぐん伸びているんですね。はい、特に CVC と呼ばれるあの大企業とか、はい、そういった企業が持っているベンチャーキャピタルなんかも増えてきてますので、ははなるほど、それもですね、こういった勢いをつけているという要因になってます。はい、はい、そしてこれでですね、まあ、設立から現在までの資金調達元、あのベンチャー立ち上げるときにどういうところからお金を調達するかってことなんですが、うん、はい、まあ、自分のお金を使うケースが一番多いですけれども、うん、その他にも、まあ、銀行とかですね、あ、本当だ、はい、あとベンチャーキャピタルとか、いろんなそういった資金調達する場所も増えているということも言えますね。なるほど。はい、そして企業の動機としてはですね、これ一番に来たのがやっぱり社会的な課題を解決したいというようなところで、特にミレニアルズ世代とかになると、はい、まあ、お金よりもそういった社会にどう貢献するかとか、そういったことを掲げる方が多いというのは一つの時代です ね。お金はもう周りにありますからね。そうですね、なかった時代と違いますから特徴かなと言えるかと思います。はい、はい、次ですね、それで起業家の収入、まあ、けど起業家って、まあ、結構大変、特に最初の頃は大変でですね、うん、特に仕事とか、まあ、あの収入ですね、収入面での不安が多いと、不満が多いという方がも多いというところで、そんな楽な仕事じゃないよということが分かるかなと思います。はい、はい、そして最後に、企業から10年後も事業を維持しているのは 70% ということで、そんないるんですか。逆に多いですよね、意外と。だって芸人なんか 1% しか残らない、ね、1% しか残らない、確かにね、それに比べたらね、はあ、やっぱり起業した方がいいな。いやけど維持できることとね、成長できることは違うので、なるほどね、はい、なのでどういうふうに成長していけるかっていうようなことも今日は話していきたいというふうに思います。勉強しよう。はい、ということで、はい、起業家が成功する条件、今日はあのびっちり語っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、それではですね、このテーマを議論するのにふさわしい論客の皆さん、早速お迎えしたいと思います。はい、ごめんなさい、どうぞ。どうか、
すごい人が集まった。すごい人が集まりました。堀さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。機嫌悪くないですか？いや、別にないですよね。ないですよ。気も遅かった。ぼーっとしてるだけ。あ、ぼーっとしてる。ね、はい、ということでよろしくお願いします。ね、はい、ね、他の番組だからもう堀さんも自分のね、このニュースピックスこれはやって、はいはいはい、ね、でこのアップデート、箕輪さんが現場行くとあんなつまんない番組行くんじゃねえよって怒られてましたけど、とうとう本人が来てくれましたから。本人が来てくれ、いや別につまんないとか言ってない。箕輪さんがじゃあそういうこと大きく言ってるわけですね。いやいやいや、そうですね、楽しみですよ、これは。今日はもうまただから昼じゃなきゃできないメンツですからね。そうですね、やっていきたいと思います。勉強しましょう。はい、はい、それでお二人目のゲストがワメージング CEO の加藤文子さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとワメイジングについてちょっと簡単に教えていただいてもいいですか？はい、ワメイジングはですね、3年前に起業した訪日外国人向けのスタートアップサービスをやってまして、今日本全国22カ所の空港で謎のマシンで無料の SIM カードを配りまくって、まあそれを服に外国人の方々をアプリ会員とかウェブ会員にしながら、その先の宿泊とかアクティビティ、飲食店、いろんなものに送客するという、まあ、一言で言えばオンライントラベルエージェント、 OTA と言われるジャンルの、ビジネスをやってます。はい、はい、リクルートで新規事業なんかもね、バリバリ立ち上げてらっしゃって。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。3人目のゲストがオンデーズの田中修司さんです。はい、お願いします。フェニックスですから。破天荒フェニックス、ね、破天荒フェニックスですから。もう作家としても有名で、ドラマ化されるんでしたっけ？あ、ダメなんですか？なんか出てませんでしたっけ？あ、そうそうそう、ね、映像化だけ、はい、映像化ですね、はい、映像化だけ、はいはい、何かとか言えない、はい、まあ、シュルガンでも何でも言いましょう、そうです、ね、映像化で、ドラマです、まだ、はい、あ、出てないですよ、それ。なんか映像化だけは言っていいかもしれない。あ、そうですね、映像化するということですね、はい、おかげさまでニュースピックたまたまでございます。はい、よろしくお願いします。はい、で4人目のゲストがですね、うん、トーマスベンチャーサポート代表取締役の斉藤優馬さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。トーマスベンチャーサポートはどんな仕事をされてるんですか？ベンチャーの支援をする会社で、今世界7カ国でいろんなベンチャーを支援することと、あと、まあ大企業をどういうふうに変革していくか、まあ、ここにフォーカスしてやってます。ああ、それまたコンサルとはまた違う。コンサルもやれば、まあ、いろんな形で支援をしていくっていうような会社をやってます。へー、いろんな仕事があるんですね。いろんな仕事があります。僕は何も知らないんですね。作家、ディレクター、プロデューサーしか分かんないですよ、俺。いやいやいや、僕の世界では、はい、あー、なるほど。はい、ということで、今日は、ね、もう早速始めていきましょうか。はい、お願いします。はい、まず最初に皆さんに起業家が成功する条件は何かということで、うん、ちょっとフリップに書いていただきましたんで、そちらをちょっと皆さん同時に上げていただいてもいいですか？はい、はい、ドンと。起業家が成功する、はい、あー、堀江さん、これ堀江さんからいきましょうか。はい、意外と堀江さんから出ないワードかなと一瞬思ったぐらいのイメージとしては、そういう、そういう決めつけやめてください、ね、なんだけど僕はやっぱりそうなんだ。ツイッター見てるんで分かります、うん、堀江さんのツイッターとかでは、やっぱ堀江さんってかなり、だからこの僕たちが、あれ、みんなが思う堀江像じゃない、実は当たり前のことをよく言ってるじゃないですか、うんうんうん、いや、それは完全に僕に対して期待してることと僕がやってることが乖離してるんですよね、うん、あー、なるほどね。だからなんか僕結構楽して金儲けして、なんか嫌なやつみたいな、ね、まあまあでもそこしか見えないからしょうがないですよね、みんな見たくないところだから、ね、なんかそれを言われちゃうとちょっと待てよみたいなね、うん、なんか違う、だから、みんなが僕に投影してる像はあなたたち自身なんですよ。僕はただの映し鏡なんで、僕をどういうふうに見るかで、その人のなんか、なんて人間力というか、すごい分かりますよ。なるほどね。もう映し鏡です、完全に。だその中でこのしつこさがもう絶対的に、もうこれだけですよ。それ以外別にいらないと思う。ああもうとりあえずしつこい、やめない、しつこい、やめない。例えばこの間うちでやってる HIU って、まあ、今日も何人か多分見に来てると思うんだけど、そこのなんか日本酒をやってるやつがいて、うん、まあ、その HIU きっかけで日本酒の事業を起業したわけですよ、うん、でなんか分かんない、六本木ヒルズで日本酒のイベントやってたわけ、1週間ぐらい、はい、なんか平気で赤字でしたとか言うから、お前バカなんじゃねえのっつってなんで赤字だったのっつったら、なんかマスを2000個作りましたみたいな、うん、特製の、うん、それが赤字の原因ですみたいな。あともうなんかそのあっさりさが、うん、もうなんか、なんでそんなあっさりしてんのみたいな、うーん、
俺だったらもうやべえこれ赤字になると思って、うん、そのマスを作らないとか値切るとか、うんうん、もうとにかく友達とか知り合いとかにしつこく声かけて、うん、もう絶対来てくださいねみたいなことを毎日のようにやりますよね。全然それは感じられなくて、いやでもこの部分ってやっぱり、うん、実はあんまりすごいこう自分が一番できることなんだけど面倒くさいとこじゃないですか、うん、すぐできる、面倒くさくないですよ、うん、でだから結局体力使うじゃないですか、時間も取られるし、そうですよ全然で、なんだけどそうじゃない才能であるとか資金であるとか、そっち側に逃げたいって気持ちがあると思うんですよ。そうだから僕は例えば、ね、イベントよくやるんですけど、その HIU とか主導で、うんうん、お礼さんのイベントだから知名度あるから、うん、すぐ人来るでしょっていうわけ、うんうん、いや来るわけねえだろうと、うんうん、俺はいくら有名だろうが来ねえよと、うん、ただただ呼んでくるの講演会ぐらいのもんじゃないですか、うんうん、それもなんか無料の講演会とかやれば人は来るかもしれないけど、うん、それ以外に有料のチケットを買わせて時間、まあ、お金の問題よりもちろん時間の問題ですよね、うん、時間をイベントで取らせる2時間とかその人の時間を拘束することの方が全然難しくて、うん、そのライバルって何かっていうとドラクエウォークだったりするわけですよ、うん、なるほどね、確かに、ね、ジョーカーだったりするわけ、うん、勝てないよね、うんうん、だってジョーカーの方が面白いでしょ僕の講演会より物は違いますからね、まあ、物は違うんだけど、ジョーカー見に行く、ホリエモンの公演見に行く、まあ、公演は見に行くかもしれないけど、うん、ホリエモン日本史イベント行く、うん、みたいな、うん、ジョーカー見ようよってなるわけじゃないですか、うん、隣でしかもやってるわけじゃないですか、うんうん、そりゃ行かないよねうちにはっていう、うん、だからその一歩をこう動かすための背中を押さなきゃいけないんですよ、うんうん、僕からメッセンジャーでメッセージ来て、うんうん、来てくださいねって言われると、じゃあ堀江さん言われたから行こうかって、うんうん、そういう言い訳が生まれるから、言い訳でそのジョーカーとかに絶対コンテンツ力では勝てないんだけど、うんうん、勝つっていう ね, ね それがしつこさの、しつこさです。しつこくできないのはやっぱカッコつけちゃうからですかね。違う違 う, 違う、楽、まあ、だから楽をしたい、何も考えてない、考えてないから、いやこういうイベントをやれば成功するだろうというふうに思ってしまっている。うん、でいや僕なんかよく分かんないんだけど、うん、なんかこの間福岡のなんかスポーツ関係のイベントに呼ばれて、うん、でいや俺呼ばれて、いやあなたになんか分かんないけどちょっと知り合いだから頼まれてやってるだけなんだけど、うん、なんかツイッターでなんか集客苦労してるんで、ツイッターで集客お願いしますとかね、よくありますね、よくありますね、なんで俺が集客しなきゃいけないなんでイベントだろうって言ってそうまあでもそれ言うだけマシだよ、やってくださいって、ね、やってくださいって言うだけマシだよねっていう、行ってみたら誰もいなくてね、なんかもう何にも言ってなくて、呼ぶだけ呼んだんだけど、うん、あいつ人気ねえなとか言われると、お前頑張れよと思うんですよね、そうそう、呼べば人来ると思ってるんですよね、そうだから、ね、呼べば人が、芸能人呼べば人来ると思ってるやつらは結構多いよね、多い、うん、ああ多い、そうだからビジネスマンも多いんですよ、うん、このビジネスプランは素晴らしいビジネスプランだから、うん、絶対うまくいくと、でうまくそのしつこさがなくて何もやらなかったら、うん、広告とか売ったのに全然ダメでした、うん、僕のビジネスプランが、うん、みんな理解してくれないんでちょっと早かったかなとか、うん、なんかいろんなこと言うんだけど、うん、いやお前のしつこさが足りねえだけだよって、うん、確かによくこの番組でも言ってる、このしつこいの中に僕は勝手に、まあ、違うかもしれないですけど熱だったりとか、うん、やっぱこんだけ言うってことは絶対このイベント面白いんだっていうふうに思わせるだけの、やっぱある程度こう熱意とかパワーがいると思うんですよ、うん、いやでもね、でも僕熱意とパワー以上にしつこさです、うん、もうだから要は詰まるところ営業力だと思っていて、で営業ってでもそこに熱意入ってないですか。熱意関係ないです。関係ない、関係なく、関係ない、事務的にマシン的にしつこくやるってことですか。はい、事務的に、はい、あそこにはもう何も入れない、あそのパッションとか関係ないです、僕はもうパッション、まあ、これは堀江さんの意見、僕はパッション関係ないと思って、これ堀江さんの意見、堀江さんの意見で、でね、パッションとか言ってる時点で僕はちょっとおかしいと思っていて、堀江さんは、うん、堀江さんはそう思うでしょ。で僕はこれ僕の意見なんで、うん、そうでとにかく営業をしつこくしつこくルーティン化して、うん、だあの面倒くさいっておっしゃってたでしょ、うんうん、だから面倒くさくないぐらいしつこくやるんですよ。その中に、その中にパッション入ってないですか。パッション関係ないですだって熱意がなければしつこいけないですか。熱意とか関係ないですよ。熱意なんか分かんないですから、みんな。いやでもしつこさもあのだから要はそれを、しつこさを熱意っていう、熱意のところを、うん、だから熱意っていう言葉にあんまり関係ないんですよね、まあここうん、熱意っていうものに、まあ、でごまかすって言ったらあれなんだけど、これはごまかしてないですよ、うん、いやいや、まあそうなのかもしれないけど、うん、いや僕そういう言葉
を使う必要はないと思うんですよ、ね、なるほど、しつこさっていう分かりやすさでいけばいた方がいいと、うん、そう、これ誰だってできるから、うん、なるほどなるほど、だからもうしつこくしつこくそうしつこくしつこくしつこくやるんですよ、でルーティン化するんですよ、だから毎日メッセンジャーで50人100人にチケットを売るというメッセンジャーを毎日やると、でもメッセージ送るのって1秒、1人5秒とかで終わるわけじゃないですか、うん、50人とか100人送るのなんて何分かで終わるわけですよ、うん、そのルーティンを毎日当たり前のようにできるようにするとか、うんうんうん、そういうことが大事なんですよ、ね、なるほどね、うん、そろそろホリエワンみたいになっちゃう、はい、ごめんなさい、ね、ホリエさんの番組みたいになっちゃう、でも、ちょっとこの意見が出たから斉藤さん、ビジョンとファッション、いや、いいですね、ちょっと反論してくださいよ、はい、ホリエさんに、僕はあのこの2つがやっぱり起業家としてすごく大事だと思っていて、はい、このビジョンというのは、まあ、シンプルに言うと、こう皆さんが人生生きていく中で、こう生まれてから死ぬまでどういうふうに社会にこう変化差分を残したいかという意味のビジョン、うん、生きている意味のレベルでこう世の中をこう変えたいという話ですね、うんうんうん、登るべき山のてっぺんですね、でこのパッションっていうのは、じゃあ山を登るときにやっぱりガソリン必要だと思っていて、まあそのガソリンをパッションと呼んでいる、なんで今堀江さんがおっしゃったしつこさっていうのは、まあなんていうかパッションがある現象、あの行動、人が持つ行動がしつこさなんじゃないかなと僕は思う、僕違うと思います、僕まとめますよ、僕まとめると、あの僕がそのオンデーズやった時に50店舗だったんです当時ね、でまあ赤字だったわけですよ、それでまあ売らないわけですよ、でもそれはそのお店行ったら接客もしなければ、いらっしゃいますも言わないし、あの見てってくださいとか、だからお店の前に立ってショッピングモールにあるわけだから、見てください見てくださいって客引きすれば1本ぐらい売れるんですよ、でそれを50店舗でその毎時間全員がやれば毎時間1本売れるわけ、そうすると1万円だから毎時間50万売れて、1日でもうそれだけで数千万売れて月間で数億円になるわけですよ、それで簡単に赤字解消できるわけで、けどそこに例えばまあ僕が行った時、僕はその時に毎日毎日やっぱり今堀江さんが言ったみたいに、もう朝まず朝から50店舗全部電話するんですよ、で今日売り上げいくら、もう今日いくら、で何本売るの、じゃあ何時間ね、じゃあよろしくね、もうそれをずっとやるんです、でも電話なんて1本3分ぐらいだから、まあ50店舗電話したって2時間ぐらいですよね、でも朝社長から電話かかってきて、今日10本売ります、15本売りますって言えばまあやらざるを得なくなるじゃないですか、でもやっぱり言うだけじゃダメだから、僕も実際お店行って、まあ、毎日毎日順番にお店行って客引きやるわけですよ、一緒になって、でそれこそ着ぐるみ着てなんか風船配って子供呼んだり、で目の前で売る、そうすると社長も売ってるからみんな仕方なく売るっていうことなんですよ、現実はそうなんですよ、その時に例えば僕がビジョンを語って、眼鏡で見える世界を売るんですよ、だから皆さん売りましょうって言っても、それでもお店の子たちはそれでは売らないんですよ、だから結局そういうビジョンとか、まあ、パッションとかっていう聞こえのいい言葉を言う前に、まあ、まずやるべきことをやれば、まあ、数字がちゃんとつくわけですよね、それで利益が回って、今はだからビジョン言いますよ、今はもう数百億になって利益も出てちゃんとそういうのが仕組み化されたんで、じゃあメガネを売る自分たちの存在意義は何であるかとかっていうことをちゃんと語る必要があるけど、まあ、まずそのこうビジネスを軌道に乗せる段階で、まあビジョンを語るのもいいけど、まあとりあえず今目の前でできることをやらない人があまりに多すぎるんですよ、なるほどなるほど、でもなんか同じことを言ってるような雰囲気はあるんですけどね、そうそう、だから多分堀さんが言ってるのはそこを言ってもビジョン言ったって売らないから、もう売ることを毎朝電話するしていれば売れんじゃんっていう話を多分、これほらテーマが成功する条件は何かだから僕はこれ言ってるんですよ、別にこれが必要ないって言ってることではなくて、これがそのさっき言った毎日電話を50件にかけるっていうことができないやつが多くて、これできるかどうかだけなんですよ、だから他のメガネ屋さん、メガネ屋さんってみんな今やっぱ古い老舗のチェーンとかみんな苦しいわけですよ、で苦しい苦しい言ってるんですよ、でもメガネなんて全員かけるんだから、毎日店舗行って毎日売りましょうねって言って一生懸命やれば売れるのに、でもそういうこと言ってる社長ってやっぱ会社から出ないんですよ、で店も行かないし、なるほど、自分で店頭にも立たないし、それで売れない売れないって言って一生懸命その会社の理念とか言ってても、でなんかなんとかあのなんか勉強とかしに行っちゃうんですよね、企業、経営者塾とか行っちゃって、でゴルフとかやっちゃって、そんなことで、それ社員それ様子見て、お前ゴルフ行ってる暇あったら給料上げろよってみんな思ってるわけですよ、っていうことなんですよ、なるほどね、だから その
成功する条件っていうのはだから多分堀さんが言ってみたいに、まあ、そういう理論ではなくて、うん、行動じゃないのかなっていうことだと思います。すごいなんかでもちょっと嬉しいですよ ね、 すねこういうところの話になってくるっていうことが、はい、その意味でも着ぐるみ着たりしても他人の目気にしないっていうかっこつけないってことですよね、うん、そう結局だからそれでそのいらっしゃいませいらっしゃいませって客引きやるとよくやりますねって僕も言われましたけど、うん、でも別にだってそれやんなかったら売れないからやるでしょっていう、うん、でもそれ多分なんで他の社長がみんなそれできないのかなって言ったらやっぱなんか気にするんじゃないですか。あそう見られてるんだ。いや気にしてみんなが見られてるのか。気にしてんすか。でもプライドがプライドっていうか、多いですよね、俺がやんなくてもお前らがやれよっていう人は多いかもしれない、ね。社長をやりたい人っていっぱいいるんですよ。社長さんでいたい人って。あだからなんかこう社長っぽいことをしたくて、うん、なんかだから。気にしてんじゃないですかね。なんか失敗したらかっこ悪いとか。なるほどね。加藤さんお待たせしました。ゴール設定力。ゴール設定力。はい、あこれは結局、はい、人間は見た方向にしか行けないじゃないですか。例えば自動車教習所でもそう言われるし、あのスキーの練習してても、うん、木にぶつかったら嫌だなと思って滑ってると、そう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 。だからいかに高い目標をもう万人が無理じゃんって思って、あいつバカなんじゃないかなっていうぐらいの高い目標を設定できるかどうかかなと。で恥ずかしいじゃないですか。だって無理そうだから、多分失敗する確率の方が高いし、でも設定しないと絶対そこにはいかないから。うん、でそれは多分恥ずかしいからできそうな目標に設定しておこうっていうと、あのそれは自分のプライドを守ってるだけで、うんうんうん、成功したっていうだけで楽しんでると、うん、でそれ本当は成功じゃないですよね。想像したことを全部実現できるっていうなんか昔からある言葉みたいな感じですよね、うん、ある程度高いところを見ていこうと、もうある程度というか、うん、マックス高いところ、あマックスで見ておこうと、うん、だからなんかまあ星をつかもうと思っていれば失敗しても山の頂上ぐらいにはいるし、うんまあ、学生さんも就活で内定取ろうと思ったら多分失敗するけど、うん、この会社に入ってこのあとこの部署で働いてこれで独立するんだって思っていれば内定ぐらい取れるでしょっていう、うん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 、その先にあの身の丈以上に目標を設定するっていうところですかね。うんなるほどね、うんまあ、そもそもでもこの成功を どこを持って成功にするかで相当変わりません、うん、大体このアップデート大体あの議題からまず基本的にだからご飯食べれるようになるのが成功だったらもうこれで別にいいんですよ、だけどやっぱその数千億とか1兆円とかってやろうと思ったらそうこういうビジョンが大事だし、うん、だから どこがかなんじゃないですかね、多分どこら辺が田中さんの場合変化したんですか。そういうふうにサバイバルすることが大事っていうフェーズからやっぱりもっとでっかいことやろうみたいな感じで、うん、フェーズによって違うわけですよね。要するにあそれは当然あのお金の心配なくなってからですよ、うん、つまり自分の生活にその困窮しなくなったというか、うん、まあその結局、まあ、あと会社のキャッシュローがちゃんと回ってそこで初めてそういうことを考える余裕が出てきて、そのビジョンだとか、うんそのゴール設定だとかどこに目標を置くか、だそれまではもう本当に目の前をただとにかく目の前 の、 その生活をしていくことがもうそれを十何年やってきましたけどね。これないと絶対成功はしない、うん、これは必ず必須の条件ですよ。これがなくて成功したやつは見たことないですよ。これない人今多いんですか。いやない人とかほとんどの人がないわけ。まずあほとんど持ってない、うん、だからそう HIU とかで、はい、そのちっちゃい会社作ってやってるやつらいっぱいいるんだけど、うん、見てるとほとんどがこのしつこさがないもん、うん、そりゃうまくいかねえわと諦めが早い、かっこ悪いんですよね、しつこくやってる。そうなんかね、あの、うん、また HIU の話をすると、なんだか割引グループかな、なんかその自分ところの商品の割引のやつとかを出してもいいよっていう、本来はちょっと違う目的だったんだけど、そこに毎日起業家シェアハウスっていう事業をやってるやつがいて、もうなんか毎週のように投稿してくるんですよ、自分ところのその起業家シェアハウス割引ですみたいなことを。いやしつこいなと思って、だからいい意味でね、うん、ああだからうまくうちのそのオンラインサロンのプラットフォームを自分の商売に、やっぱ多分彼は多分それをしつこく投稿してるってことはそれがまあまあ役に立ってるんでしょうね、うちのサロンにずっといるし、なんか3年か4年ぐらいいるんだけど、ずっと投稿してるわけ、だから多分役に立ってるからずっといるわけじゃない、でしかもそれをなんか本当毎週欠かさずやってるから
大したもんだなと、多分事業も拡大してるんですよね。うん、だからそういうやつはうまくいくけど、そうじゃないやつは、そうだからかっこ悪いのかもしれないね。なんかうざがられるんじゃねえかと、そう自分の商売に嫌がられる、嫌われる、あのうざったがられる、スマートじゃないですよね。うん、客観ばっかりね、たけてる人が先多いんですよね。うん、こう見られた、あ成功したらかっこいい、あの人みたいになりたい。とかいう、きっとこういう人ってもうあんまり見えてない、あのかっこいいとかかっこ悪いとか気にしてないです。やりたいことがあってそのゴールにもただやってるんですもんね。ずっと生きるために必死だから、しつこくしつこくっていうのは、でもこれは僕らの世界でも意外とそうかもしれないですね。やっぱ僕ら売れる方法はやめないっていう一点しかないっていう、これしかない、だからもうやめないことが大事だっていう。それでいうと、今日あの磯崎さんのファイナンスの話もありましたけど、資金調達もほぼ営業なんで、しつこさすごく大事です。資金調達ってどこでするんですか。そういうところがあってこうやっぱこう、だから金持ちに行くんですよ。金持ちに普通に、すみません、ちょっと今こういう事業やりたいんですけど、そうお願いします。その個人に行くパターンはなんかよくエンジェル投資家みたいなのが、この3番目に入ってますね。これだ、個人投資家に。 でも 32% は3分の1ぐらいいるんですよね。もちろん銀行に借りるっていうこともしますし、上全部そうですよ。だから本人以外の創業グループ、家族、エンジェルですよ。あ、ここまでがもう個人に行くとか、はあ、これは確かに人の目気にせず、しつこく行ってとかっていう、その中でじゃあ中見せろって言ったらこの中も必要になってきますもんね。うん、いやまずだからそこをやらないですよ。なんか、まず親兄弟友達になんか借金してでも会社を立ち上げられない、そこからお金って資金調達って売り上げ も商品を売った、商品サービスを売った売り上げも、資金調達もお金が入ってくるって意味で同じなんですよ。借り入れも全部同じなんですよ。だから営業力なんですよ、詰まるところは。だからお金を借りられない、お金を投資してもらえないやつっていうのは商品も売れない可能性が高い。なるほど。ベンチャーの資金調達は夢とか、こういう世界が来るからっていうのを売ってるんですよね。WeWorkとかもそうだと思うんですけど、それでこいつがそういうふうに言うんだったら、しつこいし、実現するんだろうな、お前の夢買ったみたいなところは多分にあります。ね、夢買ったっていうよりは僕は営業力を買ったの方が近いかなと思う。確かに俺、あ、お前さすごいしつこいから多分商品も売れると思うよっていう、だいたいベンチャー企業って最初にやろうとした事業はうまくいかないですよ。大抵うまくいかない。9割方うまくいかないですよ。ピボットっつって、プラン B とかプラン C とかに行くんですよ。最初のやつピボットどころか大変化してる会社とか多いですよね。確かにね、俺もこんな仕事すると思わなかったですからね。確かにね。いや例えばだから今すごいそのモバイルゲームでバーって伸びた DNA って会社ありますけど、最初オークションの会社ですから。そうですね、インターネットオークションの会社であまりうまくいってなくて、あの頃のね、難波さんはうにゃうにゃしてましたけどね。うにゃうにゃしてたけど、トヨタはもともと織機ですからね。トヨタ織機だから。あ、そうか、そうですね。創業が続いてる会社の方が珍しいですよね。それ言ったら金棒だって、宝石、繊維の会社だし。じゃあもっとひどいって言ったらあれだけど、麻生グループとかね、福岡の麻生さんとかもともと炭鉱ですから、炭鉱行ってセメント行って今病院ですから、病院とか教育ビジネスですもんね。そう、富士フィルムも化粧品の会社になったし。はい、皆さん熱い議論が続いていますが、一度ブレイクです。起業家が成功する条件の記事に対するニュースピックスプロピッカーのコメントをご紹介します。まずはグミの国道さん。勝つまでやれば勝つ、多くの人は流行りそうだからと始めて、ダメなら簡単に止める。 VR も AR もブロックチェーンも続けている人は本当に少ない。本人さんのと、そうですね、しつこさが大事です。あともう一人コメントをご紹介します。東京大学大学院土屋教授からのコメント。体現総合を吐くと、成功の秘訣は成功するまで続けること、失敗したところでやめると失敗になる、松下幸之助ですね。観客の皆様からツイッターでいい意見が来てますので、こちらもご紹介します。はい、はい、こちらです。昔工場にいて思ったのが、いいものだから売れると思っている勘違い、結局は営業がちゃんとできているか、そもそも知らないっていうオチも、ということです。はい、はい、観客の皆さんにも書いてもらってるんですよね。そうなんですね。はい、ちょっと皆さんちょっと上げていただいてもいいですか。条件とは何か。黒目の服だそう。黒目、そうですね。なるほどね。へえ。
なんか当たり前な話が多いですね。もうでも当たり前が大事ってこと、当たり前が大事、当たり前が大事でもね、当たり前って言ってもね、トップオブ当たり前があるんですよ、そしたらそうです、ね、トップオブ当たり前、はい、やるって書いてあるんですよ、ね、やるって書いてある、これがまずで、何をやるのかちょっとあえて聞いてみたいね、やる、でも今の意見近いのかもしれないけど、はい、迷ってる暇があるなら、まあ、とりあえずやってみる、うん、うん、ねえ、はい、そう、なんかやりたいことあるんですか。やりたいことは、まあ、私副社長なんですけど、うん、その何の知恵、まあ、動画メディアみたいなことを、うん、まあ、7月に立ち上げまして、で、まあ、もともと本とか文字の媒体だったものを、うん、体験に落とし込んでいきたいなと、うん、なのでまずはその動画メディアのところからスタートして、うん、出版社と協力して動画を作っていこうかなということをやってます、うん、でも絶対やる、やります、やる、はい、もう寝ないでやる、寝ません、あ、寝ないでやるのをおすすめしないで、あのしつこくってことは続けないといけないから、ね、やっぱ寝ないとね続かないです、はい、わかりました寝なきゃダメだって、はい、寝ます、はい、あと健康大切です、ね、高い自己肯定感っていうのはどうですか、高い自己肯定感、さっきの堀さんの話も通ずるんですよ、しつこい人は何が違うのかっても知りたいんですよ、もう生まれつき的なもんなのか、ああどうやったらしつこくなれるか、でもセルフエフィシエンシーあると思います、ね、だってそこと繋がるのかなと思って、自分ならやれると思ってるから、高い、ね、自己肯定感教えてください、はい、なんかもう失敗とかしてもそもそもしつこくやれるっていうのは自分に圧倒的な自信とか、まあ、自己肯定感っていうのがあるから、うん、もうこれを元にしつこくやり続けるしかない、高い自己肯定感を保ちつつ授業を進めるしかないな、うん、それ辛くないですか、辛い、いやそう自分を肯定し続けるのって辛いと思うから、まあ、し続けるっていうよりか、あ、まあそうね、僕はなんか自動的に何も考えずにやってるんですよ、無心ですね、もう無心、あだ無心になるぐらい全の境地です全の境地です、いやだってもうただコピペしてピッピッピッ、だそれは AI がやってもいいと思うんですえ AI がやってもいい、 AI がやってもいいと思う、だからあのスクリプト書いたりとかもする、あ今は書かないけど前はよくそういうのやってましたね、あだから人を、ね、メールアドレスとかあじゃあもう自己肯定感なんかよりもしつこくやることの方が全然もう上位にあるから、もう作業としてやるっていう、自己肯定感ある人は、うん、あの無理して持たなくても自己肯定感があるからかもしれないですね、自己肯定感って言葉分かんなかったもんね俺な作業ですでもその中でもね、あれどこ、あのね、あの、あえて今このちょっと今作業側にこう話が言ってますけど、でもやっぱビジョンとパッションっていうところもあって、うん、こっち側の意見にこうちょっと言う人いないかな、ね、そういうのも多いですよね、ね、巻き込む力、うん、失敗の感じ、リコリタとかね、そういうのもそうだし、リコリタね、会社名ありましたね、もう、ね、もううちの常連ですよ、常連ですからもういいですよ、常連ですよ、はい、毎週いますよ、毎週斉藤さん、俺らにしか見えてないのかな、斉藤さん今まで見てきて私も見えますね、座敷わらしみたいな、座敷わらしみたいな、はい、あもういいですよ、大丈夫です、いいですもういつも話してるんですもん、まあね、はい、ありがとうございます、はい、以上コメントのご紹介コーナーでした、はい、斉藤さん今聞いててしつこい起業家としつこくない起業家の違いって何か感じるとかあります、うん、相当見てきたと思うんですけど、まあ、あの しつこくなれるまでに、うん、最初じゃあ例えば堀江さんがなんか頑張ってずっとやってきたからこそそこまでいってるんだと思っていて、うん、やっぱり頑張る理由ってすごい大事だと思うんですよね、だってそのしつこさ、しつこくあなたしつこくないで終わっちゃうじゃないですか、うんうん、なんでよりこう再現性ある形にする意味だと、うん、例えばじゃあなぜそこまで堀江さんが頑張れるのか、うん、っていうのがすごい大事だと思うんですよね、うんうん、なんかそこの話であんまりないなと思っていて、うんうん、なんでそこまでこう、うんやり続けられるのか、そう事務的にでもそれをしつこくやり続ける、うん、でもそれでうまくいくこと知ってるからじゃないですか、あ僕は何でもしつこくやったらうまくいくってこと知ってるから、うんうん、よくわかんないですよ、よくわかんないけど、うん、そのいくつかいろんなことやってみて思ったのは、しつこささえあればうまくいくってことが経験的に分かったからっていうところはありますよね、うんうん、おそらくしつこさで成功するってことに気づく前にやめちゃうんですよ普通の人は、うん、そうそうそう、なんでそこを続けられた理由がすごく大事だと思っていて、うん、いや理由はないよ、あ全くないってことは僕ないと思うんですよ、いやいやそんなことないですよ、ないですよ、 あのね僕これちょっとなんかねすごい言いたいんだけど、よく最近の、まあ、ちょっと俺おっさんなんだと思うんですけど、最近の子ってみんなあの資金調達しましたみたいなことをちょっと誇らしげに言うじゃないですか、ツイッターとかでね、ツイッターとかでなんか3億円調達しましたとかってちょっとどやってて、
おめでとうございますみたいな、えバカなの、バカなのかなと思ってすごい冷めた目で、俺、まあ、自分で稼いで自分で商売になっていって、だん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 会社が大きくなってきて、銀行からお金借りていろいろやって、それで、まあ、当然自分の会社ですよね。でまあ、僕も、まあ、あの出資してもらったんですけど、でも本当にそれはオンデーズがもう最悪最悪で、もう資金がもう回らなくて、もう資金ショートして倒産するっていう時に借り入れもできなくて、もうちょっとうさんくさい闇金みたいなところしか金貸してくれなくて、それでメーカーさんから、まあ、3億円だけもう出資してもらって、それで 34% 取られたんですね。だから僕はもう取られたって感覚なんです。だからもう3億円出資してしまった時は、もうその日夜初めて泣いたんですよ、めちゃくちゃ。もう悔しくて自分の会社が取られてしまう。でそれでまあ今年はまた今年売っちゃったんですよ、半分ね。だからやっぱりいい気持ちじゃないですよね。だけどだから結局その調達して3億円調達とか5億円調達って、その程度の金借りてこれないやつがうまくいくわけねえじゃんと思って。多分ね、時間軸の問題なんですよ。やっぱり元々の事業がしっかりあれば、いやいや結局それ出資って、まあいい意味で言えば、いい面で言えばその責任を負わなくていいんだけど、俺はちょっと古い人だから、悪い考えで言うと、やっぱ責任持たないお金ってしつこくなれないですよ。だって別に自分の身に何も起きないもん。だからやっぱ自分で借りて、まあ別にいいか悪いか分かんないですよ。でも僕が頑張れたのは、やっぱ銀行から借りて、それでおじさんの家が担保に入っちゃってて、もうやめざるを得ないですよね。やめたら取られちゃうんで、でしつこくしつこく借り入れ返済してるうちに、気づいたら返済終わってたら、その金額が毎月利益になってたまるようになってきて、それでってなったんで、僕はでもね、あれだよ、あの出資してもらって逆に責任を感じましたけど、ね、あ私もそう思います。でも堀江さんほらあれじゃないですか、出資してもらったら身内じゃないですか。いやいや、でも違う最初はそうなんだけど、最初しかも借りたからね、あ僕自分の出資分は借りたから、そうだから借りる一番最初はね。ただその後もうだって2、3年で IT バブル来たから、光通信とかいろんな会社がうち出資して、やっぱ そこに対する責任ってすごいありますよ。だから身内じゃなくて、今度は外部からお金を、まあ要は彼らは儲けようと思って投資をするわけだから、絶対リターン返さなきゃと思って。だから僕は あれですよ、上場したのが2000年の4月なんだけど、2003年の10月ぐらいにやっと上場来に初めて上場時 あの株価を超えたんですよ、だそれが一番覚えてますよね。やっとだから そこでもだから多分そのだから人によると思 う、出資されても、それは他人の目がちゃんと聞いてる出資だから、そこを逃げるとなんか自分 そのレピテーションリスクもあるし、けどそういうなんかそこら辺のガキが 2、3 億円出してもらってそんな誰も知らないじゃないですか、今月いたので。資金調達の考え方がすごくこの10年で変わったのはあると思っていて、まあ何でしょう、田中さん古いちょっと、まあ、世代数が違うそれを喜んじゃうっていうのが喜んじゃうっていうのは気持ちキモいなって。そうですね、なんで、資金調達キモいなってんですね、どっかでキモい、そうですね、まあ、資金調達を借り入れでメインにするのと株でメインにするのちょっと考え方違うところはあって、今のモデルはこう利益をずっと出し続けながら大きくするというよりは、こう大きく調達して、で J カーブといってこう赤字を出しながら大きくするモデルの会社がスタートアップが多い。でこういった時は今私がお話しているような、まあビジョンとかパッションとかってすごく大事で、ただ一方でその何でしょう、これで緩くなっちゃってもおっしゃる通りですよね、お金もうどんどん集まっちゃうから。でもそれみんな言うけど、結局ほとんど儲かほとんどそれでうまくいってる会社ってそんなほとんどないよね。でもそういうことなんですよ。でもそれはそういうもんなんですよ、別に本当精密でいいって思ってるから、投資する側も、ね、そうそう、それはねほとんど失敗してますよ、ただやっぱり成功する会社はしつこい、それはもうね間違いなくしつこい。で、ね、俺理由さっきから言われてるんで、理由考えてんだけど、やっぱ思いつかないんですよね。これしか出ないとにかくもうだから端的に言うなら、絶対赤字は出さねえぞとか、要は商売なんだから、何でも商売なんだから黒字になって、まあ一人前、それで初めてその要は赤字出してもいいっていうのは、それはおかしいよねっていう、いうふうには思ってる。頑張ったのに赤字、さっきの J カーブタイプだから、アメージングも、赤字の
説明が何の証なのか、まあ、単純に使うのは全然解けていくだけなんでダメなんだけれど、まあ、例えばなんかうちみたいなマッチングプラットフォーム、片方に外国人旅行者がいて片方に旅行事業者、観光事業者がいるっていう場合は鶏卵なんですよ。でも起業した瞬間は両方ゼロだから、どっちかを作りに行かないとどっちかも集まらないっていう鶏卵の状態なんですね。なんで赤字ですけど資金調達して、無料でその空港で SIM カード使う配るとその日本旅行に今来てる人たちにこれだけリアルタイムにリーチできますよ、30万人みたいなのができると、いろんな大企業もじゃあうちの商品を売ってくださいっていうふうに、集まってきてくれて、でこっちが集まるとここがなくても最初の客寄せパンダがなくてもこのコンテンツのために人が集まってくる。だからスタートアップってどうしても最初ゼロだから、もともとある企業を買ったりとか再建したりとかじゃなくてゼロスタートだと最初の着火剤の火をどこでつけるか、でそれを地道に10年かけて自分の事業で生み出した利益で着火剤にするのか、時間を買って、こういうロジックで、預けてください、でもうむしろ責任すごく感じます。10年間とか8年間とか、まあ、場合によっては5年以内にエグジットって言ってリターン返さなきゃいけないので、そういうのもあるなとは思います。そういうのもあるなと。それで言うとその堀江さんにお伺いしたいのが、僕は人生のやっぱり山と谷で言うと谷、まあその家庭環境とか いろんな苦労ってあるじゃないですか。そこからやっぱり頑張る理由って、僕人は生まれると思っていて、まあ戦後のリーダーってやっぱり戦争ですごい苦労してるから頑張る理由があったんじゃないかなと思ってる。で堀江さんがその、まあ、人生でこう社会に与えたい差分って一言で言うとどういうところなんですか。いい質問ですね。いや俺だからそれがすごい大事だと思う。そもそも考えないんですよね。だからなんか多分その考えのロジックのなんか組み立て方が多分違うと思うんですけど、僕もあこれ面白いと思ったらやってるって、だから僕が面白いと思うんだからみんなも面白いと思うだろうみたいな、っていうだけなんですよね。じゃあ質問変えると、やっぱり人の頑張る理由って、大人子供、その堀江さん、なんていうか、誰の笑顔を見ると一番生きてる感じするかすごい大事だと思って、僕はやっぱり起業家の人が笑顔のすごい生きてる感じするんですよ。それは父親が起業家だったのがあって、すごい苦労してるの見てたんで、なんかそういうなんでしょうね。頑張るよ、僕はあるって信じてる論者なんですよね。で最近ザ・メンタルモデルっていう本が出て、まあ、そういうのを分析してる本なんですけど、やっぱりすごくこう、まあ、人はへその緒を切った時からやっぱり何か喪失感があるんだと。でそれ4つぐらいモデルがあって、でどれかに当てはまると。僕それだから信じてないんですよ、そういうの。まあ、それは違うかもしれないけど、例えば心理学で言うんだったらフロイトとかユングみたいな、なんか夢理論みたいな、ふわふわってしてるやつなんですけど、これアドラーとかの方が好きですから。企業が大体アドラーの方が好きです。だからアドラーの方がしっくりくるんですよ。過去とか関係ないっていう、そうそうそう、なんかそういうそのなんかへその緒がどうのこうのとかってのは全く関係なくて、その現在に僕は 今を生きているっていうの方がすごい。トラウマとかも信じないってことですよね。そうもちろんもちろん。だからトラウマとかインチキだと思ってるし、だからフロイトとかユング的な心理学っていうのはなんか僕大学とかで心理学とかも取ってたんですよ、授業。でなんか全然しんっくり来なかったわけ。何なんだこいつらみたいな、こんなの大学で何こんなふわふわしたこと教えてんだろうと思って、まあ、大学行かなくなった理由のうちの一つはそういうのもあるんですよ。フロイトが原因だったんですね。で僕が僕のねゼロって本が 5、6年前に出たんだけど、それをライターやってくれた古賀さんという人が、嫌われる勇気っていう本を書いていて、僕は堀江さんの本を書きながらアドラーの本を書いていて、アドラーは堀江さんそのものだから絶対読んだ方がいいですよっつって、もう絶対読まないんだけどそういう本って。なんで読まないんですか。どう読む意味ないと思ってるから、読む意味がない、と思ってるから読まないわけ。あ、違う、その、そういうなんか分かんない、アドラー知らなかったから、アドラー知らなかったから、なんかそういうフロイトとかイングみたいな話なのかなと思って読まなかったんだけど、もうしつこく言われるから、それも、絶対読んでくださいと。じゃあもう古賀さんが言う、古賀さんってすごい人で、僕のもう本当にいたこみたいな人なんですよ。憑依してんだ。
堀江さんが憑依してます。僕の本全部読んで。イタコは信じるんですか？イタコみたいなもんですよ。でも憑依は憑依はできる。違う違う、その、それはだから比喩としてね。でイタコみたいな感じでやってる人なんで非常に僕も信頼してたし、だから彼が言うんだったらそこまでしつこく言うんだったら読もうと。もっと読んだら、わ、俺これ40年前に知ってたら俺全然苦労する必要なかったのにと思って。言いたいことが全部僕が40年間かかって体得した極意が全部書かれてるんです。100年も前の人に俺なんか車輪の再発明しちゃったと思ってバカだと思ったんですけど、やっぱアドラーだから日本の心理学会っていうのはアドラーを全然その知らないんですよ。人気ないですよね。フロイトとかユングの方があれですけど、一応入りましたけどね、アドラーもね、一応心理学者としてキャロル・ルイキベストセラーになりそうですよね。なったんだけど、やっぱ読んでるやつ多分 10% か 20% ぐらいしかいないわけ。読みました。でそれを実践してるやつはさらに少ないから、それはまあ時間かかりますよ、あの考え方が。 でも僕はアドラーの考え方は僕にかなり近いというか、もう ほとんど一緒だと思っているので、だから彼らはやっぱり今を生きてるんですよ、もう過去も未来も考えずに今を生きてるんで、僕はだから理由だからそこに多分つながるんですけど、理由とか考えないんですよね。ただ不思議なのは、堀江さんのお話ってすごく説得力あるのは、常に歴史を語るじゃないですか、もともとなぜ生まれたか、だから説得力あると思っている、で一方で今の個人の話になると、歴史は僕が言ってるのはどちらかというと過去の歴史からつながってくるっていう話だと思っていて、そこギャップあるなと僕は思う。そう、僕を分析する分にはいいんですけど、自分は考えないんですよね。なるほどなるほど、わかります。だから考えないっていう考えなんですよね。そう、だから外から見ると、そう、外から見るといろいろ分析したくなる気持ちはすごくわかるんです。そうなんだ。だからインタビューはそういうこと大体聞いてくるんですけど、自分としてはそういうものを全くそういう影響無視して、だから過去にとらわれず、未来に怯えず今を生きろって、堀江さんのゼロって本には書いてあるんだけど、話聞いてると長嶋茂雄みたいなもんで、ね、松井秀喜が一生懸命拳の位置を言ったら違うんだよ、バーだよと、ね、バーって打つんだよって、バーはつまりこうやって使うとドアスイング違うんだよ、バーだよと。ちょっと違うなそれは。いやだからこれはだから受け取り方とまたここでね、何でも言う前提が違ったり言葉の行間が違うんですけど、まあだからきっとここはなかなかなんで置いといて、まあ、ただとりあえずこんな感じのいろんな意見がある中で、きっとまずね、あの僕だから堀江さんのツイッター見ても本当面白いなとは思うんですけど、そうじゃない意見一方だから、こういうビジョンとパッション、なんかね、近いは近いんだけども、言葉が違ってるところがあって、もう一つはなんかその人たちのなんか体力とか、結構バイタリティ、エネルギー量というか、体の強さは結構関連してるような気がしてます。でなんかよく分かんなかったんですよ最近まで、体が弱い人がいるってことが、体が弱い人がいるってことは分からない。そうだから、なんか水素水とか、なんかあのインチキ化学みたいなものに、血液クレンジングとかに騙されちゃう人いるじゃないですか。あのなんで騙されるのかなと思ったら、やっぱこう、まあ、バイオリズムあるわけですよね、体調いい時と悪い時あって、体弱い人って常になんか頭痛がする人とかいるらしいんですけど、僕もそれ分かんなくて、だって人が頭痛してるのか分かんないじゃないですか、頭痛全然ないですか、全くないですよ。頭痛いとかだるいとかないんですよあんまり。だから強いんですよ、ですげえ強い強いって言われるわけですよ。でそうするとその弱い人って、たまたまこうバイオリズムが一番悪い時に、その大体そういう時に何か試すじゃないですか、ただこうその後上向くから、だから効いたと思っちゃうわけですよ、それはプラセボ効果なんだけど、プラセボ効果を信じちゃうわけですよ。だからそういう人たちってハマりやすくて、僕は逆に全然そういうのがそんなにこうバイオリズムのこうすっごい下がる時とかってあんまりないから、だからまあ下がった時でもそんな大し寝れば治るっていう感じだから、占いとか好きな、そうそうそう、占いとかもそうなんですよ、占い好きな経営者多いですよね。そうだから、なんか言ってました、そう、号泣の島田が言ってましたね、あの手相のあの人が一番あのよく見る人は経営者だって、そう、だってしょうがないですよ、だってこう、みんなに正解を聞かれるんですもん、自分も分かんないですもん。だからなんかゲッターズ飯田とか、すごい来てるもんね、すげーいるんですよ、よく、ね、よくすごいゲッターズ飯田がいて、いや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 、とにかく堀江さん占わせてください、しつこいわけ、だからやっぱ彼成功してるわけですよ。ねえ、だから俺は本当に占いとか嫌いだし、寄ってくんなよと、だけどゲッターズ飯田よく、またね、飯田君もともと芸人だからね、喋りも上手いし、いい人なんですよね。そう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 、いや、バイタリティってめっちゃ、田中さんも元ボクサーですもんね。
そうそうですね、はい、バリバリの動きで僕逆らう投資体力大事ですね、体力大事、体力大事なんだけど、うん、これ生まれつきってあるんで、うん、これはどうしようもない生物だから、ね、僕たちの体はタンパク質でできてるんで、うん、健康なんだよね、やっぱこう、生き物なんですよ、だからそあの、ね、生まれてからやっぱ5歳ぐらいまでにどれぐらい子供に運動させたかで結構違うらしくて、だからめちゃくちゃスポーツさせてます、まあ、それ以前のやっぱり生まれた時のやっぱあれもあると思う、うん、まあ、まあ遺伝はありますけど、ね、すごい大きい、だから生まれた時にどんだけこう丈夫に生まれたかっていうので、これはもうどうしようもないわけ、うん、例えば僕の今マネージャー何人かいるんだけど、一人は元キックボクシングのチャンピオンなんだよ、うん、だから彼は体弱いのよ、だから要は自分体弱いから親に、まあ、筋力とかじゃなくて、そうっていうことですよ、生き物としての体が弱いんだけど、うん、それをなんとかしたくて空手をやり始めて強くなったっていう、生まれつき、うちの奥さん生まれてから風邪ひいたの2回しかないって言いましたからね、あもうそういう病院に行ったことないっていう人、女の人は強いと思いますね、だって寿命長いし、あの本当はだったら男女って50%50%生まれてくるはずなんですけど、うん、男の子の生まれる方がちょっと多いんですよね、うん、それはやっぱりこう死亡率とか考えると、男の子をちょっと多めに産んどかないと男女半々にならないっていう生物のあれだから、うん、実際ほとんど女の人の方が寿命も長いし、うん、あの男の子よく熱出すんですよ小さい頃、うん、女の子はすごい丈夫ですよ、ですよね、まあ、そういうとか、その丈夫さがなんかその考え方にすごく影響を及ぼしてるんじゃないかっていうふうには思ってます、あだから例えば勝間和代さんとかと僕話合わないですもん、だから勝間さんのメルマガ読んでて分かったのは、勝間さんはとにかく体が弱いんですよ、だから最近勝間さんのメルマガ、体弱い人と話が合わない、そうだから最近それが分かったの、あつまりこれなんだと、あなるほど、なんでこの人は、例えば勝間さんのメルマガ面白いから読んでんだけど、もうとにかくもういろんなものやめ始めていて、もう酒やめます、でカフェインやめます、なるほどね、もうなんかお茶も飲まない、日本茶コーヒー全部飲まない、でなんか自分でホットクックとか使って料理作ってるんですよ、でいやそうしないとなんかグルテンフリーだガゼンフリーだ、もうなんかどんどんやめていくんですよ、でも意味わかんない、話が合わないと、うん、でも2人の話があったら2人いる必要ないじゃないですか、論客なんだから、ね、やっぱ堀江さんがそういうところは堀江さんがこういうところだからですよ、ね、でもね理解はだからできるようになりましたよ、うん、その体が弱い人たちの思考はすごく分かってきた、うん、だからそこにはあんまりこう、うん、文句は言わないようにしようと、確かにね、この人たちはこういう人なんだからしょうがないと、うん、ただそのエセ科学を広めてる時は注意をすると、うん、いや昨日もまたね、なんか僕知り合いの医者 が知り合いの医者がね、またなんか変なのを勧めていて、もう本当びっくりして、僕具体的に教えてくださいよ、ちょっと待って今ね、血液クレンジングの次は今何が今変えようとしてるんですか、血液クレンジングの次はです ね電磁波による被害、私もいろいろ気をつけているけど 5G がまだ日本になくてよかったと思っていた、アメリカのヒーラーの友人も 5G の、怖さについて言っていたな、っていうパナウェーブじゃないかもこんなもんね、怖いなって、もう電波がでもこれを言ってんのは医者なわけよ、だ医者がこれを言うから信じちゃうわけ、堀江は医者じゃねえだろうと、分かってねえだろうって言われるから、やばいなと、そうですね、ちょっと後半のテーマにちょっと触れたいんですけど、そうですね、もう終わりそうになりたい、ベンチャーの話じゃなかったですね、今日はベンチャーの話です、今日は健康の話じゃないですね、はい、起業から10年どう事業を維持するか成長させていくかっていうのが一つあるんですけど、さっきしつこさってありましたけど、しつこかった起業家もどっかのタイミングで例えば上場したりとかして欲望を失ったりするじゃないですか、そう失わずにしつこさとかそれをずっと続けていくにはどうしたらいいんですか、多分あれですよね、あの起業家ってしつこい人が多いんですけど、うん、同時に飽きっぽい人も多いんですよ、ですよね、飽きっぽいってのキーワードですよ、なんであのしつこさを維持できるようにあのどんどん新しいことをやる、あで、あの10年ぐらい経つと事業のポートフォリオがもともと最初の事業ドメインが最初売上の8割占めてたのに、うん、いつの間に
あのね、カメラのフィルム屋さんだったところが化粧品屋さんになってたりとか、事業ドメインがガラッと変わっちゃうぐらいどんどん新しいことを生んでいて、まあしつこさ維持したいんだったら飽きないようにするっていうのはすごく大事だと思う。同じことだ。よく言う現状維持は対価なりじゃないですけど、常にこう新しくしていかないと、維持していこうと思ったらもう終わりってことですよね。維持していこうと思ったら多分対価。そういうことなんですね。それは生物もそうで、進化してなかったら多分天敵にやられるとか温暖化にやられるとか環境変化にやられるから、生物学でもあの赤の女王理論っていうのがあるんですけど、あのアリス、不思議の国のアリスの中に赤の女王様っていうのが出てきて、全力ダッシュしてるんです、全員が。でどうしてみんな走ってるのって女王様に聞くと、この世界では同じ場所にいたければ全力で走らなきゃいけないと、先に行きたいんだったら2倍の速さで走れっていうふうに赤の女王様が言うんですけど、全てそうだと思います。いやこれ俺ね、あのもう、あ、なんか答えあって、あの結局このその成功どうやって成功させますかってみんなこの話するんですよ、成功の秘訣はとか、まあ、すっごい意味なくて無駄なんですよ、結局その成功する秘訣なんか ないんですよ。だから成功本っていっぱい売ってて、ダイエット本と一緒で成功する秘訣なんかなくて、成功はアートなんで再現性なんかないんですよ。つまり堀江さんのやり方を俺がやっても、時代も違ければ年齢も違うしキャラクターも違うし、で俺のやり方を今の若い子がやっても意味ないんですよ。だからもうどうやって会社を伸ばすかとか成功させるかっていうのはもう自分自身でもう見つけるしかないんですよ。真似しても無駄なんです。だけど失敗は大体みんな同じ失敗するんですよ。だからでもなんかやっぱいろんな社長もう20年会社やってて、もう毎年毎年友達ができて毎年いなくなっていくんですよね。会社潰れたり、もしくは一緒に遊べなくなってきて金なくなっちゃって、そうするともう大体みんな同じことで失敗するんですよ。だから僕は結構今22年目なんですけど、まあずっとその基本的にその人が失敗したことは失敗自分はしないようにしようって言って、結局そのだから点取られないから負けてないみたいな。失敗のあるある三大理由って何ですか？ 1,2,3 で言うと、もう俺あの、ね、よく言うのが 3G って言うんですけどね。ギャンブル、外車、ギャンブル、外車、ゴルフ。皆さんやめましょうね。みんなやってる感じがするんですけどね。ちょっと年代上かもしれない。はい、熱い議論が続いていますが、ここで終了です。小坂さんはキングオブコメントのご投稿をお願いします。はい、再度ニュースピックス記事に対するプロピッカーからのコメントを紹介します。まずはオヨライフ菊川さんから、まさに資本集約からビジョン集約へと世界が変わっているんだなと感じます。そのために事業を進めたいと思うと同時に、下を向かずガンガンといけるその環境を作っていきたいと思います。続きましてオイシックスの奥谷さんから、起業しやすい環境ができつつある、サラリーマンが会社の金を何億何千万と使っても事業が成功するとは限らない、起業家も同様だが、そう考えると人や組織のお金を使って挑戦していることに変わりはない、サラリーマンは恵まれた環境に感謝し、起業家は失敗を恐れずどんどん挑戦してほしい、お金をおろそかにしない限りは挑戦することに価値があるとコメントいただいております。はい、はい、そしてですね、観覧の方々からもツイッターに意見が来ているので、そちらもご紹介します。はい、はい、起業して成功したければアドラーを読もうってことかな。確かに読みたくなりましたね。読みたくなりました。はい、すっごくくっつけるから。時間を、はい、こちらどうでしょうか。時間を買うというのはすごくわかります。一方で立ち上げ時期、キャッシュがどんどん消えていくことも恐怖です。誰の時間かかったことだからね。大社の時間は私ないだね。またこちら、しつこいと相手に嫌がられるって考えちゃうのは何が原因だろう。また起業家じゃなくしつこくやることはビジネスで成功するには重要。次回の念を込めて。ね、自分のことを、ね、はい、まあ、社長がしないんだろうな。以上、記者の意見を紹介しました。はい、ありがとうございます。はい、それでは小坂さんに今日最も響いた言葉、キングオブコメントを発表していただきます。お願いします。はい、はい、これがもちろんああって思ったんで、こちらです。パン、はい、成功はアート。ジャイゴルとか出てきた。これ、正直言うと、正直言うと
僕がここに集約されてるなと思ったんですよ、うんうん、まさにしつこさん、これは僕らの世界もそうだし、うん、どの世界でも誰でもそうなんですけど、うん、一番最初出たんで、うん、そのまま言ったらなんか俺何にも選んでないと思われるのもあれ最後の最後で、まあこのしつこい、うん、アートだってまあ基本的にみんなしつこいじゃないですか、うんね、だから今日は本当全体としてはしつこいなんですけど、分かりやすく言葉一個選ぶならば、うん、まさにこれ再現性がないって文句言ってる人すげえいるんですけど、うん、いい言葉だよ ね、これいい言葉ですよね、成功アート、実際画家の人たちは死んでからね、価値がついてる、失敗はサイエンス、サイエンス、あサイエンス、これが確かにな、それ足してください成功アート、失敗はサイエンス、いいですね、映画のタイトルみたいな、成功アートっていうタイトルの成功本出しませんか、ほら、また勝負だな、サイエンスいいよ、いい言葉だったな、失敗を売ればいいんだよね、失敗を、成功アート、失敗はサイエンス、ね、いいですね、失敗は科学できるんです、ね、それは面白い、 SASS ですね、急にシリが反応しましたそれは面白い質問ですね、面白い質問ですね、楽しかったです、科学してドキドキしました今日、斉藤さん、最後に堀江さんに聞きたい質問ないですか、相当いろいろ聞きたそうですラストクエスチョン、どうですか、多分40分ぐらいあれば解き明かせる、これ解き明かしてるから多分再現性が取れてみんな真似できるんですよね、そうですよね、はい、ありがとうございます、あ、ちゃんと作ってるんですね、ちゃんと作ってるんですよ、毎週毎週、すごいですよ、でもなんか半分ぐらい置いて帰るんですよね悲しいですよね、写真撮ったらお疲れさまで置いて帰るんですよ、まあ価値がないっていう、あ、それから持ってってくださいって送っていいんですかって、これ無双してください、できる、堀江さんに来ていただいて、ね、堀江さんの、ね、インタビューをしてください、それやりましょう、そういうこと、今日の議論も含めて全てアートだなと思いました、面白かったですね、はい、いや、ありがとうございます、はい、しつこさと丈夫さということで ね、はい、そうなんですよね、俺の方面で体弱いから、はい、そうなんですよ、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、皆さんありがとうございました、ありがとうございました。